今回のテーマはこちら。現代農業9月号、農家が作れる最高級肥料、光合成細菌についてです。光合成細菌、なかなか聞かない言葉ではありますよね。現代農業でも、今年に入ってから何回か、菌をテーマにするのが多く載っていまして、まあ、今回で3回目っていうふうになっています。まず動画の流れとしては、光合成細菌とはというのと、実際光合成細菌を作ってみるっていうふうになっています。それではまず、光合成細菌とはっていう流れに行ってみましょう。まず光合成細菌とは赤色をしているので石菌とも呼ばれています。一般的に病原性はなく安全な菌だそうです。もうこの光合成細菌は、まあ、ビタミンとかアミノ酸を多く含んでいるのですごく栄養価が高いっていうふうになっています。実際の使用した例も多く載ってたのでそれを紹介すると、育苗時の苗の根張りが良くなったとか、収穫した野菜の収量が上がったとか、様々な事例があるので今回実際にやってみたいと思いました。実際これがペットボトルに入れて流してる様子みたいですけども、このくらい赤くなるっていうふうに分かります。まあ結構こう読んでいくうちにすごく興味があってやってみたいなって思ったんですけども、やり方が分かんないっていうふうに思っててかなり調べました。その後今 YouTube とかでもいっぱい載ってたので、そしたら手軽に家庭菜園の人でも手軽に作れる方法として、こちらのシアモさんっていう風にメーカーが作ってるクマレットっていう光合成細菌の種菌が入ってるのを購入してみました。実際にこれをペットボトルの方で今回は作ってみたいと思います。はい、それでは、まあ、ペットボトルの2リッターの用意して、だいたい半分くらい水を入れています。それにこれから培養液を 20cc、 混合性細菌を 50cc 加えていきます。じゃあ入れます。これから、はい、だいたい 20cc 入りました。でこれをペットボトルに入れちゃって、次にじゃあこの赤いこの光合成細菌を入れます。確かにこれ開けると臭いって言われてましたけども、臭いです。まあしょうがないですね。でこれを50ミリ、はい、では50ミリ測ったので、これを先ほどと同様にこれペットボトルに入れます。はい、あともうちょっと水入れたいので水入れていきます。で水入れます。少し空気を残してっていう風なことだったので、まあ大体このぐらいを目安に入れていきました。で余ったこの種菌とかは冷蔵庫に入れていきます。よいしょ。まあまだまだ使う予定なので冷蔵庫で保管すれば十分使えるっていう風に書いてました。ペットボトルに光合成細菌の方を作りました。これだいたい1週間ぐらいで菌が出来上がるようなので、直射日光は避けて、あと1日1回こうやってガス抜きなんかをしなきゃいけないみたいです。まあ出来上がった後の様子は後で投稿しているので、その動画も楽しみにしていてください。で今回紹介したシアモさんのクマレットの方はYouTube の方にもあったので、まあ、概要欄の方にも載せておきます。ぜひこの機会に見てもらえるととても面白いと思います。で、今回紹介した現代農業9月号、結構面白かったと思います。それで、現代農業は毎月5日が発売日になっています。近くの本屋さんで買って読んでみてください。まあ、僕なんかは毎月の定期購読してるので、まあ、5日の日前後に自宅に送られてくるので、購入は楽になっています。そういったことで今回も現代農業についての紹介を終わります。それではさよなら。